はい、潰れたパチンコ店の現地調査の、番外編、今回は札幌市の北区の方をやっていきたいと思います。まずはじめに、このナンバー12角栄ビルっていうところがあるんですけども、こちらはもともとパチンコ店で、パチンコ店だった時はね、サンルート北店というパチンコ店が入居しておりました。現在は跡地の方は、飲食店のテナントビルになってるようですね。確かね、サンルートあった時から2階がね、テナントの飲食店がね入ってたような気がするんですよね。で、閉店した時期はもうかなり前になるんですけども、ここはブラボーミリオンとかの機種が当時置いてあって、まあそういったのを何回かここに打ちに来たっていうのは記憶にありますね。多分閉店してからもう20年以上経ってると思うんですよね。で、なので正確な閉店時期とか、あと台数とかはね不明なんですけども、まあそんなにね台数的には確か多くなかったと思うんですよね。まあ300台前後ぐらいの、あの中規模ぐらいな、当時としては中規模のパチンコ店だったっていう感じですね。まあ北区に関してはね、このパチンコ店のその跡地っていうんですかね、建物が残ってるところが、まあ、ほとんどないっていう感じなんですけども、このサンルート北店のところは当時のまま建物が残ってるっていう感じになりますね。まあもうね、サンルートっていうパチンコ店は今北海道内にないんですけども、確かね石狩の花川にあったところが一番最後まで営業してたと思うんですよね。ただそこもなんか不正行為が発覚して、あの営業の方停止になったっていう感じですよね。まあサンルートはね、あのどこのお店行ってもそのブラボーミリオンが当時置いてあったんで、まあ個人的にね、そのブラボーミリオンを打ちによくサンルートに行ってたっていうのを覚えてますね。で、その花川のサンルートもね、ブラボーミリオンと綱取り物語がずっと最後まで置いてあったんで、それをうちにね、行ってたっていう感じですよね。あの釘はね結構渋かったんですけども、まあどうしてもね打ちたい機種だったんで、当時よく遊びに行ってた記憶はありますね。まずね1店舗目はこのサンルート北店の跡地よりお送りしました。それではね、次の潰れたパチンコ店の方へ行きたいと思います。はい、続きまして、北24条の地下鉄の駅の近くにあるんですけども、現在このカラオケ招き猫の看板があるところ、ここはもともとパチンコ店だったんですけど、当時の名残りとしてね、あのパチンコグランドって上に書いてると思うんですけど、ここは、グランド北店というパチンコ店が当時入居しておりました。現在ねパチンコ店が入ってたところはツルハドラッグになっていて、で2階がね飲食店のテナントとか、あとこのカラオケの招き猫が入ってるって感じになってますね。この看板がね残されてるのね、あの見に来るまでちょっと気がつかなかったんですけど、まあこれはねちょっと貴重だなと思いまして、こちらのお店の方も入れておきます。こちらのグランド北店も、台数はちょっと分かんないんですけど、閉店したのがね1999年なんですよね。まあそれぐらいの情報しか調べても出てこないんですけども、まあ、建物がね当時のまま残されてるっていう感じになりますね。まあちょうどね北24条の飲食店街の中にあったパチンコ店っていう感じで、もともと当時からねそんなにここは集客してなかったと思うんですよね。あの入ったことはなかったんですけど、外から見る限りはあんまり混んでないなっていう感じは受けましたね。ただまあ地下鉄の駅まで徒歩で1分ぐらいで着くとこなんで、利便性的にはねすごいいいとこだと思いますね。はい、次はこちらのマンションのところ、先ほどのグランド北店の跡地から 100m ぐらい離れたところにある、地下鉄北24条駅のバスターミナルが併設されているマンションなんですけど、当時こちらの1階か2階だったと思うんですけども、あのパーラ太陽グループが運営するターミナル太陽北24条店というパチンコ店が入居しておりました。多分ね太陽グループの中でもね、あの1番か2番目ぐらいに出店したお店だと思うんですよね。まあ、出店したのか譲渡されたのか、その辺はね詳しく分かんないんですけども、まあ、このバスターミナルの中にも当時パチンコ店があったんですよね。でここは閉店した時期は分かんないんですけど、結構前に閉店してると思います。で実際お店が営業していた時は、あの私は一回も来たことなかったんですけども、一度入ってみたいなとは思ったんですけどね、気がついたらね閉店してしまってたっていう感じだったんですよね。
まあ、北24条といえばね、以前現地調査したあのジャンボ北24条店が多分当時一番人気があったパチンコ店で、こちらのターミナル対応と先ほどのグランド北店はあんまり混んでなかったっていう感じですね。まあね、珍しくこう駅に併設されたパチンコ店っていうんですかね、そういったところの跡地が現在も残ってるっていう感じになりますね。ここ北34条駅の併設されてるマンションなんですけど、駅上っていうんですかね、ここにもね確かパチンコ店が当時あったんですよ。西武会館っていうパチンコ店が確か地下に入ってたと思うんですけど、まあ営業してた期間にちょっと来たことなかったんで、あんまり詳しいことは分かんないんですよね。閉店した時期も不明なんですけど、確かねこの建物の地下にパチンコ店が入ってたっていう感じだと思いますね。でこれ地下鉄の出入り口も併設されてるんで、多分ねその当時から建物はあると思うんですよね。まあ結構古い建物なんですけど、パチンコ店があった部分がね今どうなってるのかっていうのはちょっと詳しくは見てないんで分かんない感じしますね。はい、続きまして、地下鉄南北線の終着駅がある、北区の麻布なんですけど、こちらにあるこの建物、当時パチンコ店が入居しておりまして、最初シンフォニー麻布店というパチンコ店が入ってて、その後そのシンフォニーから夢屋っていうパチンコ店に名前が変わったんですよね。でもともとそのシンフォニーっていうパチンコ店はあのスーパーの西友が出資してできたパチンコ店なんですけど、あの株式会社 SP 企画だったかな、なんかそんな名前のところが運営してたんですけど、その SP 企画の株を夢屋の経営する夢コーポレーションが買い取って、で屋号を夢屋に変えてここも運営してたっていう感じなんですよね。多分現在このジョイフィットが入居している部分がパチンコ店だったと思うんですよね。で私はここねシンフォニーの頃にしか来たことないんで、ちょっとね記憶が曖昧なんですけども、確かこのジョイフィットが入ってた部分がパチンコ店だったと思います。でどちらかといえばね、麻布でパチンコするとしたら私がよく行ってたのはパラダイスアルボーなんですよね。で他にもね、五差路の角のとこにスロット専門店があったりとか、あとはあの大英側の方ですかね、あちらの方にサンスターっていうパチンコ店と、あとニューアサブっていうパチンコ店がありましたよね。まあ現在はね、あのスロット専門店のクラブイーグルと、あとプレイランドハッピーがあるっていう感じなんですよね。まあ最盛期はアサブの中にもねパチンコスロット店が5店舗ほどあったっていう感じですね。ちなみにシンフォニーが開店したのが1997年なんですけど、2010年までねシンフォニーとして運営していて、2010年からは、夢コーポレーションの夢屋という名前で店舗をね運営してたんですけど、閉店したのが2018年の3月ぐらいなんですよね。なのでまあ比較的最近まで営業していたパチンコ店という感じですね。こちらね、あの麻布の五差路の交差点なんですけど、目の前にあるね茶色いビルの1階のところにスロット専門店のねアーサ21麻布店というのが確かあったはずですね。でこれをね曲がって右側の方に行くと、クラブイーグルと、あとはその隣にプレイランドハッピーの麻布店があるっていう感じになりますね。はい、そんな感じで今日はね札幌市北区の潰れたパチンコ店の跡地のその後を見ていきました。北区はね札幌市内でも一番人口が多い区なんですけど、案外こうパチンコ店のこの潰れた跡地っていうんですかね、それが残っていないなっていう印象がありますね。大体もう建物が取り壊されてしまったりとか、そんな感じになってると思うんですよね。まあ、他にもねあんのかもしれないんですけど、私の記憶で覚えてるとこっていうかね、そういったところを今回は中心に撮影をしていきました。それではねまたね次回の動画も、よろしくお願いいたします。今回の動画はこの辺で終了いたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではさようなら。